はい。えっ、ー、と、続きまして、1、2年生ですね。皇室の11月の課題です。では、こちらに書いていきます。えっ、ー、とね、ひらがななので全部ね、これね、えっ、ー、と、マスもこのぐらい結構、ほら、しっかりあるんですよ、大きさがね。ねやっぱり太く見せたいので、意外と、あのー、丸くていいです。なんかこうやって見ると、 結構尖ったように見えるのかもしれないんですけど、これね、実はすごい太い鉛筆なんですよ。もともとの芯の太さがすごくあるので、このぐらい削ってますけど、もっとだから普通の多分 4B とか 6B とかだったらもっと丸く感じてもいいかなと思います。はい、では、こちらいきます。 えーとね、そう、ひらがななんですよ、全部。まあいいんですけどね。スッとこうに来て、あんまりこう、ぎゅーってこう、力いっぱいやるっていうよりは、ちょっと下抜いてくるぐらいの方がいいですね。スッとしておいて、こちらに飛びます。そして、ここから、横にこう動いてほしいんですね。これが、よく結構ありがちなの。こういうふにょっていう感じになると、ここ、こういう感じのオーバー気味になりますよね。 こうなると、ここの部分がね、内側がこういうとこ狭くなってしまいますので、そこ、ドンとしたら、ここから横と思ってください。で、こんな感じで、ちょっと早い段階でこう切ってあげるといいかなと思います。で、ここね、こうしっかり開けましょうねっていうところと、ここの角度を見といてください。ここ。 角度って言ってもちょっとよくわかんないかなと思うんですけど、ここの開き具合のことなんですね。これが、こうなって、こうだと、もっとここ開いてますよね。逆に、こうなって、えー、どうなるんだこうなってもほら、ここ今度狭いですよね。 っていうとこで、ここって、あ、ちょうど四角がこうやってはまるぐらいかな、みたいな。なんかそんな感じっていうふうに思ってくださいね。はい、そして、地ですね。こうに来て、ここ、ウィンってちょっと上がってますよね。上がり調子からの真ん中、こうに来といて、結構、この辺りはコンパクトだと思いませんこの辺、キューってこっち来といて、ここちょっと柔らかめに私書いてます。ちょっと柔らかくしておいて、 横にこう出していくような、ちょっと図を書くような感じですね。あまりこう上にガッチンっていうのは、えっ、ー、と、まあ、そういうふうに書いてるお手本ももちろんあるんですけど、うん、ちょっと大人っぽくしたいなと私は思います。ちょっとこのあたりね、これ柔らかい感じで持ってきてみました。はい、そして、かです。かはやっぱりここはね、半分から出ないっていうのは徹底してください。で、少し短く終わります、ここは。 ね、ビヨーンって長くしたりヒューって払っちゃったりしないようにちょっとこここういう感じねだから上がって内側こう入ってきてくださいここねかがうまく描けない子ってここがこういう風に立ってしまったりなんかねできてそうでこれだとちょっと表情違いますよねなんか直立になっててこの子どうしたらいいかなっていう感じになるのでこういう風になんか寄り添う感じ 左と右とで、こう、なんかこういう感じの、うん、イメージがいいですね。あ、濁点とか忘れないように、えー、とそうですね。三つ、四つ出てきてますね、濁点がね。土地が、蚊がいっぱい出てきます。か。 はい。和とれが来ます。似てますけどね。ちょっと違いますよね。このあたりの行く方向、行き先がちょっと違いますね。和っていうのは横に広げようとする動きです。れっていうのはこれ上に行こうとしてますよね。なので、はめだけです。同じなのは。えー、まず、 こういう感じでちょっとせり出していくようにお腹突き出していくような感じそこからこうに来てここちょっとでいいですよもう出ないあんまり出ないと思った方がいいです出ないでこう引き返してしまってここからねこう進みながら考えてるようじゃ遅いってことなのでここから止まってる時にもうこっちに向かっていこうとするでここねここから 下のラインちょっとこ見といて。ここの部分は、こう開けて終わりたい。っていうところに、こう、ここに合わせていくように。だから、ここ。まずこの斜めのラインをちゃんと作っておく。で、そこから、横に近いなーっていうところそして、スッと抜いていく。そしたら、ここに隙間できますよねで。この隙間作っといてください。そして、次ですね。で、レは、ここまで一緒。で、ここも一緒ですよね。 ちょっとしか出ない。で、ここキュッと、ここ直線ラインですよ。キュッて。そこからの次。上に向かいたい。向かう先。で、下のラインは、ここやっぱりこうやって隙間を開けて終わりにしたいので、ここからスーッとこういう感じですね。しといて、新たに入れ直して構いません。こうに来て、スッ。こんな感じですね。うん。そう これ、両方ね、似たような感じなので、なんか、うまくできない子は、多分、ここの時点でちゃんと次の行き先が、ちゃんとでき、あの、分かってるかなってところ、確認してくださいね。で、うんと、進みながら手本を見たりとか、あんましないように、こう、止まってる時。 こう書いて、トントンって書いて、ここで止まってる時によく見て、あ、この辺かと思ったら、この辺かって目安にしといて、スーって一気に行くような感じの方がいいです。これね、毛筆でも結構ね、チラチラ見ながら、まあ見てるのは偉いんだけど、でも動きながら見てるとダメなんですよ。止まってよく見るってことですよね。 はい。で、歯です。歯ですけどね。この部分、棒の部分が長いはずなんですよ。ここが長くなってて、ここに隙間ができてる方がいいです。で、ここから、こうもらってくるようなイメージで。で、ここからは、右側に行ってます。こうね。トントン。はい。では、次です。えー、言葉、言葉や、 えっと、そうね。ここね。はい。こうです。スーッと太くなって、さっとこういう感じね。スッってこう来たらまたそれを受けてギューッっていう感じなので、もうほんとね、あのー、太くなって弱くなってみたいな、それの繰り返しで、だからひらがなってすごく難しいんですが、なるべくつながりを意識すること。 トンって止まるところってどこかなって考えた方がいいです。こっからスーッと来たら今ここまで来ましたよね。ここまで来ちゃってから止まるんですよ。ここで一本ビって書いたから、あ疲れたみたいな感じで止まるっていうよりは、スーッて来たら次ここまで行っちゃって置いた状態で止まる。で、見る。で、どうになってるかなって確認しといて、 あ、ここまでで、ここ短めなんだ。あ、あんまり凹まないようにしたいな、っていうのもこの時点で今考えているところ。で、この状態で、はい、じゃあ書くぞ、と思ったら、スーッとこうやって一気にここまでちゃんと来ちゃう。途中止まってないですよね。うん。このスピード感ね、そういうところを、あの、タイミングを今は、あの、覚えてください。 スーッときてここもギューッとなったらギュッてここで一回止まってトントン,でトントンでトントンはい嫌ですこうふわっときてトンからのこちらからスーッときてほらこれの延長にこうありますねドバイヤ暮らし方く、くは右から入っといてこちらギュッちょっとこう こういう感じで。ぎゅっこう切って。すうん。そう、1本のその線の中でもやはりその力の加減っていうのがちょっとね。変わってきますね。ひらがなね。そこが美しいとこでもあるんですが、難しいとこでもあります。そう、ただの線なんだけどね。これとかもね。こちらからちゃんと入ってるでしょ。こういう風に入っておいてまっすぐ下ろしてきて。 こう、あちらに向かうような、この感じも、ちょっとじゃあ、あのしゃべらないでこれ書いてみますので、ちょっとスピード感見てくださいね。こう、上から行きますよ。こう、こんな感じです。だから、ぐってここ止まったりしないように、も、ま、うあちらまで行っちゃう、こう、スーって行っちゃうような感じでね。はい。 そこんな感じです。なんかずっといつも喋って書いてると、これ説明してるからこういう感じなのかなーって思われちゃうかもしれないんですけど、何も喋らないで書いてるときも同じようなスピード感なんですよ。だから意外とゆっくりでしょ。速い部分ももちろんあるんだけど、全体で言ったらこれぐらい時間をたっぷりかけて書いてます。なので、なんて言うんだろうかな、あの、 すごく、硬質っていうのは結構ゆっくり書くものだっていうふうに、ゆっくりって、うんと、まあ、この字の中でのスピード感っていうのはそれぞれ違うんですけど、よく見て書くやっぱりこう、速さを競うものじゃないので、これは。うん。もちろんね、その流れはありますけど、ことかもギュッてきて、ギュッて速いですよね。けどこううこ、こういうところこういうところ こういう感じで、大きくこんな感じでね、対一文字書くにもこれ何秒かかったかなって、ね、結構ね、かかってますよね。そう、そのぐらいな感じでやります。なので、どこが早くて、どこがゆっくりで、どのあたりで、えっと、手本を見て、どうやって書いてるのかなっていうのを、 本来はこの手本を見たときに、それが読み取れるといいんですよね。はい。ちです。もう一回行きましたね。ちはい。うん。はい、最後です。うぅですね。後期テストーン。ンはーい。では、二年生で行きましょうか。小2です。小2。 はい。えっと、こんな感じですね。まあ、全部ひらがななので、えー、っと、簡単だよって思うかもしれませんが、ひらがなは難しいんですよ。ちょっとそのスピード感っていうところをね、よく見てみてください。で、自分はどういうスピードで書いてるかなっていうのも、あの、チェックしてもらえるといいかなと思います。はい、では、失礼します。